どうもこんにちは、メタルゾンビチャンネルの渡辺です。今回はですね、エディウスの、ボリューム表示ですね、パーセント表示からデシベル表示に変更する方法についてやってみたいなと思うんですけれども、その前にですね、告知の方をちょっとさせていただきたいなと思うんですけども、明日ですね、8月19日金曜日ですね、夜11時から生放送の方をやりたいなと思いますので、ぜひですね、お時間のある方は、来ていただければなと思います。コメントとかですね、募集しております。ご質問とかですね、できる限り、お答えをしていきたいなと思いますので、何かあればですね、コメントの方をお気軽に、書いていただければなと思います。あとですね、素材、カラーグレーディングとかの、実演とかもですね、やったりとかしてますので、もし素材とかですね、提供してくださる方がいらっしゃれば、ぜひですね、送っていただけると助かります。あとですね、今日動画、普通の生放送ではない動画をですね、投稿して、今日2日目になるんですけれども、毎日投稿っていうのをまたやってみることに、しました。ちょっと何日続けられるかわからないんですけども、ちょっと気軽にというかですね、あんまり考えないで、どんどんですね、投稿していきたいなと思います。主に、質問とかですね、コメントいただいたことに対しての回答がメインになるかと思うんですけれども、ちょっと毎日投稿、挑戦していきたいなと思いますので、ぜひ、チェックしていただければなと思います。ということで、早速本題に入りたいなと思うんですけれども、今回はこのエディウスのですね、ボリューム表示、についてやってみたいなと思います。ではちょっと画面キャプチャーの方に、変えてですね、解説したいなと思うんですけれども、ではですね、こちら、エディウスの画面で解説をしたいなと思います。こちらボリュームをですね、変えようと思ったときに、ここにオレンジの線が見えてるかと思うんですけれども、この線をですね、上下して、ボリュームを変えるわけなんですけども、当然このマウスでこのようにですね、上げ下げもできるんですけども、これだと、ざっくりしたボリューム調整しかできないので、細かくですね、調整をしたいと思います。その時に、例えばこれ全体のボリュームを変えるのであれば、右クリックしてですね、この2電管の移動というものを選択します。そうするとですね、ここにですね、今 181.84% という感じで、パーセント表示になっています。これだとですね、例えば全体的に 5dB 上げたいって言った時に、このパーセント表示だと、何パーセント上げたら 5dB 上げることになるのかというのが分かりにくいかと思います。ですので、こちらをですね、デシベル表示に変えてみたいと思います。こちら、設定のメニューから、ユーザー設定ですね、こちらをクリックしまして、そしてこの中にですね、アプリケーションの中のタイムラインというところがあります。こちらにですね、右下の方に、ウェーブフォームという書かれているところ、こちらが今、リニア括弧パーセントというふうになっています。こちらをですね、クリックすると、ログ括弧 dB、デシベルというふうに書いてあります。こちらをですね、クリックして選択し、そして適用させます。そうするとですね、こちらの、表示が少し変わったかと思います。ではですね、こちらでまた右クリックして2点間の移動、こちらをクリックします。そうしますと、今度はデシベル表示になっています。で、今 5.2 デシベルとなってるんですけども、こちらをですね、例えば -10 デシベルぐらいにですね、したい場合は -10 というふうに打てばですね、このように、デシベルで下げることができます。さらにここからですね、さらに5デシベル低くしたいという場合であれば、このようにですね、ボリュームを下げていけばちゃんとデシベルで表示されますので、先ほどよりですね、5デシベル下げることができたというのが目で見てわかるようになります。ということで、今回は以上になります。このチャンネルでは、エディウスとかですね、ダヴィンチリゾルブのソフトの話、また、編集とかですね、カラーグレーディングについてもやっていきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録をしていただければなと思います。ということで、今回はですね、以上となります。